さあ、ランセの会の三国天武動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、かねてからリクエストがありました攻撃武将総選挙をやっていきたいかなと思っております。で、ちなみに前回こちらの動画を作らせていただいたのが2018年、去年の11月7日ということで、もう少しでね、1年が経とうという感じになってるんですよね。結構長いことやってなかったんですね。失礼しました。で、その時の順位がこちらになります。はい、まだこの時は紫龍も周瑜もいなかったという順位になってます。ちょっとね、票数の方が分からなくなってるのが申し訳ないんですけども。で、4位が二強ということで、なんか今は二強ばっかり見る感じなんですけど、どうだったんですかね。二強がリリースされたばっかりだったんかな。まあ、ただ二強より上の武将も、まあ、強い武将が勢ぞろいという形にはなってるっていう感じですね。で、今回の統計方法なんですけども、以前は走破戦での攻めで使われている武将を全部数えるというやり方でやらせていただいたんですけども、今回はですね、昨日挙げさせていただいた防衛武将総選挙と同じ方法ですね。ヨセ無双さん、ジンさん、アカツキさんの150人のメンバーの、まあ、攻撃編成をちょっと数えさせていただいたという形になっております。なので前回の統計方法と若干異なるんですが、どっちがいいんかなとは思うんですけどね。まあ、ただ一軍に据えてる人が多いと思うので、そこまでね、実際の、まあ、強い編成とかけ離れた、まあ、結果にはならんのちゃうかなと思って、この統計方法にさせていただきました。あとですね、カダとかが入っている編成ですね、明らかに、まあ、工場用の編成にしてるなというような、まあ、編成の場合はですね、カウントしないと、カダ以外の3人の武将もカウントせずに統計を取らせていただいたという形に、させていただいております。そしたら始めていきましょうか。第10位なんですけど、あれ？あ、おった。はい、ここでね、早から劉備が出てくるんですよ。前回3位だったんで7ランクダウンということで、これはひどいですよね。ちなみに13人が使ってました。ということで、ここまで下がるかと。防衛武将総選挙の方でも劉備がガクンと落ちてるのは、まあ、見ていただいたらと思うんですけどもまあ、ご視聴いただいた方はですけどもね、なんですけど、まあ、ここまで下がるもんなのかという気がしますね。まあ、どちらかというと防衛寄りの武将なのかなという気はするんですけども、前回なんかは3位で、まあ、かなり奮闘してたんですけど、今回は10位ということで、まあ、もう上がり目はないんじゃないかなという気はしますね。なんで次回やった時にはランク外になっている可能性もあるかなという感じですね。せっかくね、新しい装飾も出たのにね、残念ですね。そしたら次、第9位と行きたいところなんですけど、8位が2人いるので、8位の発表ですね。がですね、違う。閣下じゃないですよ。馬長と芝居、この2人ですね。これはやっぱり、芝長編成で使われていたという形で、16人が使ってました。なんで、劉備とは3人しか差はないということになってるんですけど、ただね、こう馬長だけ使ってるとか、芝居だけ使ってるっていう人も結構いたので、この同率8位というのは、まあ、たまたまなのかなという感じがしております。で、まあ、僕もうちょい芝居馬長は上かなと思ったんですけどね、前回が5位、6位だったので、まあ、下がりましたよね。なんか、こう、天意とか周囲を使っての芝長ってね、強い印象があったんですけども、まあ、8位と、ここまでは下がってるという感じなんで、芝長は今、あんまり流行ってないっていうふうに考えた方がいいんですかね。そしたら次が、7位と行きたいとこなんですけど、6位がまた2人おるんですよ。なんで、6位の2人を発表したいと思うんですけども、はい。呂蒙と将校です。この2人は、まあ、先行で使われていたという形になるんでしょうね。21人が使ってました。
で、これも将校と旅務をセットで使ってる人が、21人いたというわけではなくて、将校だけとか旅務だけとかいう人が結構いました。で、海外の三軍団の統計を取ったにもかかわらず、芝町の、馬長と芝居ですねよりも順位が上ということで、海外でもかなり戦功は流行ってるんだなという印象を受けました。ただですね、前回の走破戦とかその前の走破戦に比べたら、ちょっと先行でのプレイヤーっていうのは減ってきてるんじゃないかなという気がしますね。ちょっと番外編と言いますか、飛ばす形になるんですけども、この走破戦の日本の予選だけを見てもですね、こうバーッと右側の合計戦闘時間をね、上から見ていっても、だいたい10分から11分、12分台もいますけど、で収まっているという感じなんですけども、先行でやったらどうしてもね14分ぐらいはかかるはずなんで、これ先行でのプレイヤーがほとんどいないという形になってますよね。今厚森さん見えましたけど、厚森さんも多分これ地上で攻めてるはずなんで、それでも14分14秒という形になってるんでね、先行でのプレイヤーだいぶ減ったなという感じがしますね。なんでやっぱり周囲の登場で、編成は大きく変わったなという気はするんですけども、でまあこの先行での今回のね、順位6位かな、6位で両毛と将校がいたという形になってるんですけども、これもね、そうですね、両毛を使わない先行の編成っていうのが結構いて最近はもう両毛もいらんのかなというようなね、気さえしてしまうような結果になったんですけども、結構統計取ってても面白いなというような印象だったなという気がします。なんか総括みたいになってしまいましたけど、まだまだ続きます。で5位なんですけども、5位にはい紫龍が来ます。ここでパーンと跳ね上がってね、60人が使っておりました。でそうですね、前回統計取った時にはまだリリースされていなかったのか、1票も入ってないという形になってるんですけど、ただこの紫龍をね、先行とか芝町で使ってるなっていう風な印象の人は1人もいなかったかな。みんな地上戦で使ってたというような、統計結果に、これはね数字には現れてないんですけどもなってました。やっぱり強いですよね。防衛でも攻撃でも上位に食い込んでいるということで、現段階では取って損することはなさそうな基地札武将になってるんじゃないでしょうか。はい、次が4位ですね。4位がですね、はい、文王です。前回1位だったんですけどね、3ランクダウンということになってますが、僕は割とこう検討してるなという気はしますね。前回1位だった攻撃力っていうのは侮れないなという気がします。結構息長いですよね、文王ってね。何番目に出た基地札武将だったんでしょうか。今多分10人ぐらい基地札武将いたと思うんですけど、多分5番目か6番目ぐらいにね、出た基地札武将になってたと思うんですけども、でこの4位、68人が使ってたということで、紫龍と8人差しかなかったわけなんですけど、文王はね、地上と先行で使ってる人が多かったかな。芝町で使ってそうな人は1人もいなかったんですけど、先行では絶対はめてるなっていう印象でしたね。もう9割9分文王は使ってるという感じで、さらに地上戦でも効果力を発揮するということでですね、若干防衛ではもう一線から外れたかなという気はするんですけども、攻撃ではまだまだ現役の武将だなという印象ですね。はい、次が3位ですね。3位がですね、はい、ここで2強が来ます。前回4位だったんでワンランクアップですけども、僕もちょい上かなと思ったんですけどね。ただ使われている回数というのはポーンと跳ね上がって、94人が使ってたという感じですね。で2強はですね、ほぼ地上戦でしか使われてませんでした。にもかかわらず94人が使ってたということは、今もうほぼ地上戦で、プレイしている人が多いという感じですかね。やっぱり攻防ともに優れてる、攻撃力自体は高くないんですけども、凍らせたり、あと高性能のシールドを貼ったりということでね、納得の3位なんじゃないかなという気がします。で次2位ですね。2位はですね、はい、天意です。
117人が使ってました。なんで2強とも若干離れてますよね。20人以上差があるという形になってます。でこの天位はですね、まあ言うたら前回とランクは一緒なんですけども、これ先行でも芝町でも、地上戦でも使えるということで、結構ね唯一の基地札アクティブ武将になってるんですけども、盾としての性能が非常に高いと、しかもまあ攻撃力まで備えているということで、まあ、この順位だと思うんですけどもね、本当にこうあらゆるシーンで使える武将ということで、とっても間違いないかなという気はするんですが、防衛でねどうしてもアクティブなんで使えないっていうところがあるので、攻め重視で考えている人が、まあ、取る基地札武将なのかなという気はしますね。で最後1位はもう皆さんの予想通りですね、はい、周遊ですね。すごいなこの武将は。防衛ランキングでもトップだったっけちょっと昨日撮った動画なのに忘れてしまいましたが、それでもこの攻撃でも1位というのは素晴らしいですよね。で127人が使ってたということで、もうぶっちぎりですよね。150人中127人が使ってたという形になりますからね。でカダとか使ってた人がまあ5人ぐらいいたんかな。なんで分母はもうちょっと低くなるので、もうほぼ9割9分使った、9分まではいかんかもしれないですけど、使ってる、まあ、武将と最新の基地札武将にしてこの数字はすごいんじゃないかなという気はしますね。で周囲も天位同様ですね、地上先行芝町どれでも使えるんですよね。結構、先行で使ってる人も多かったですし、芝町ではまあほぼ 100% 使ってたという形になるんで、いやー今、まあ、まさに攻防ともに活躍できるということで、一人目に取る基地札武将で誰にしようかなっていう人がもしこの動画見てくださってるようでしたらですね、間違いなくこの周囲を取るのがいいんじゃないかなという気がしました。はい、そしたらランキングの順位なんですけど、まあ、まとめるとこんな感じになります。皆さんの予想と当たってたかどうかというところなんですけどもね、いやー今回は、まあ、防衛武将に比べて結構ばらつきがあったので、作ってて面白いなという気はしましたね。で、10位が劉備だったんですけど、11位にね未挑戦がいるんですよ。でこれが9回使われてたということで、劉備と比べて4回しか差がないという形だったんですけども、で最初僕ねこの未挑戦も工場用の編成で入れてるのかなと思って、カウントから除外しようかなとも思ったんですけど、シリューとかと一緒に使ってるんですよね。シリュー2強周遊未挑戦みたいな使い方をしてる人が結構いたので、これは驚きでしたね。あとまあ孔明も 2人が使ってたんですけど、孔明、2強をあと周遊とかいう感じで扇武将で固めて、さらに未調整を入れてるみたいな編成も見受けられました。個人的にはですね、この未調整は何て言うかな、ロマン枠というか、前の攻撃武将総選挙でも同じこと言ってたと思うんですけど、なんかね使い道ないかなっていう気するんですよね。まあちょっとねこの回復オンリーと攻撃性能はほぼないというところがちょっとどうなのかなという気はするんですけども、自身もこう4秒先行状態で、で覚醒と突破と合わせて8秒短縮ということになってるんで、10秒に1回スキル発動してそのうち4秒は先行状態ということで、まあ言うたら5分の3か、戦っている時間の5分の3はダメージを受けない状態ということで、これはなんかちょっと面白いですよね。なんで未挑戦を使った編成というのもですね、今後何かしら紹介できる機会があればなというふうに感じております。あと前回の順位と比べて気になるところで言ったら、関羽がいなくなったということですね。関羽は、今回は6人が使ってたということで、まあランク外と12位になるのかな、なわけなんですけども、芝町でね昔は、芝居馬町を天位関羽という感じだったんですけども、この関羽の役割は周遊にとって変わられたかなという気がしますね。で、長領なんかも使ってる人1人ということだったんですけど、これも、周遊に、まあ、お株を奪われたかなという気はするので、
いや、いかにね、周瑜が万能な武将であるかというのがね、お分かりいただけるんじゃないかなと思います。出た時はね、そこまで壊れじゃないのかなという気はしたんですけど、やっぱり最新吉札武将というのはね、強いですね。次回どのような武将が来るのかは分かりませんが、ぜひ取ってみたいかなという気がしております。次回の福の神までには777溜まるんじゃないかなというふうに思ってるんでね。で、吉札武将って言ったら今10人いるって言ったんかな、さっき僕。見てみると1234567、そうですね、10人いますね。で、この中でまあもう月影と両円霊と花崗豚はもう取らなくていいんじゃないかなというふうに感じましたね。月影に関しては工房ともにただの一人も使う人がいなかったというような状況になっております。あの奥義武将でね、周瑜とか二強と合わせて使うっていう人いるんじゃないかなって予想したんですけど、孔明が2人使ってるのに月影は、1人も使ってないというところを見ると、もう完全に戦力外なのかなという気はしますね。あと両円霊も前回は8位と、まあ、ギリギリ残ってたんですけど、今回は1人だけかな使ってたんはということで、昔はねあんなに両円霊と月影見かけたのに、まあ、時代は変わったなという感じがしますね。まあ5周年になるゲームですからね。ただまあこの2人に関しては、まあ、リリースから現在に至るまで十分ね、第一線で活躍してたんで、取った人もそこまでもう後悔してないんじゃないかなという気はするんですけども、花崗豚に関してはね、一線でいた時期があまりにも短すぎますよね。これがちょっとかわいそうかなという気はします。ただまあ防衛ではまだ入れてる人もいるので、かろうじて使えるんじゃないかなという気はするんですけど、そうですね、もうちょっときついかな花崗豚はという感じですね。で、残りの7人なんですけど、多分これ出た順番に並んでるのかな。なんで花崗豚の次には猛角が来たんか。猛角は防衛武将で2位だったのかな。で、文王に関しては工房ともにランクインということで、もう次にいらなくなるのは劉備かなという気がしますね。なんで猛角と文王をすっ飛ばして劉備が使えない吉札武将になってくるんじゃないかなという気はしておりますけどもね。劉備の硬さを見た時にはまさかこんな、まあ、ことになる時期が来るのかという感じですけども、意外と寿命短かったですね。まあで上がり目もちょっと考えにくいということなんで、これから吉札武将を取るという方はまあちょっと劉備は避けといた方がいいのかなという気はしますね。万が一復権するようなことがあれば、その時にまた再度狙ってみるっていう感じで、慌てて取る必要は全くないんじゃないかなという気がしておりますね。こんぐらいかな、統計を取った結果言うたらね。でちょっとちらっと触れましたが、意外だったのが芝町より先行が多かったっていうことですね。日本だったらもう圧倒的にもう芝町より先行が多くなってるのじゃないかなという気はしてますが、防衛施設のレベル上限アップの噂もありますし、ますますちょっと先行は厳しいなっていくんじゃないかなという気がしてます。で今回の走破の予選見てもタイムがね、地上戦のタイムに偏ってたということもあるので、そうですね、やっぱり先行が以前の立ち位置に戻っていくんじゃないかなと、どう言うたらいいんですかね、あまり課金せずに、まあ、攻めるというような、まあ、タイプの攻めです。課金せずとも上位から3枚取るための攻めっていう位置に戻るんじゃないかなという気はするんですけども、難易度は上がっていくので僕なんかもちょっと不安ですね。ついていけるのかなという気はするんですけども、なんとかね、食らいついてですね、皆さんにまあ先行の動画今後も届けていけるぐらいのね、腕はキープしていきたいかなという気がしておりますという前振りをさせていただいた上で、昨日はひどい結果に終わってしまいましたが、あ、これ JP ですね、先行で攻めていきたいかなと思います。あ、また JP ですね。あ、海外ですね。ただちょっと硬そうですね。大丈夫か、今の僕で取れるか。天井天井、エイが独走。
さすがに2回連続3枚取り損ねるみたいなことがあったらね僕の存在意義が問われてしまうのでちょっと頑張っていきたいかなと思うんですけど、こればっかりはね努力でなんとかなるもんでもないですけど、うわ周囲おるわ嫌 やな。でさらに援軍もちょっともらってないので、虎でのまあ削りっていうのはあまり期待できないかなという感じですけど、さあこれでどうだと、あとはもう祈るだけですね。お、いい感じですね。そっち飛ぶか、そっち飛ばんとってくれ。割と壊れたな。もう旅も行ってええかなこれ。ああそっち流れるか、また変なとこ流れたな。よし解雇報酬は壊れた。あやばやば、全部リョモにターゲットいったかこれ、さっきの周囲のスキルかね。うわリョモ死んだ、なんてこった、これはえらいこっちゃぞ。うわー、ホスト壊れへんやん、キッズこれやば。こっちから出したらどうや。あターゲット取れるわ、これでなんとかチャーニゴしていくしかないですね。しくったな、リョモ早かったか。あー時間も結構余ってるんで、うわー3体も死んだ、慌てる必要なかったな。しまった、これはしまった、やらかしたな。だ奉仕との体力はもうほぼ残ってないので、なんとか一発でも攻撃入れれたら壊れるぐらいまではへずれてるんで、よしいけた。あとはこれ下から、あーっとねがえってね、よし消化しんの早く壊れてくれ。そしたら城にたどり着く豚甲兵が、お着いたかこれで、よっしゃこれでなんとかなったか。やれやれ、危ないですねただまあなんとかなったかなという気はしますね。もう大変だし大丈夫かこれ、まだちょっと待とうか、まだ慌てる時間帯じゃないですね。うわっと、もうぼちぼちやな。うわっ、おーよし、これでいけたかな。うんギリギリですけど、えほんまにいけたこれ、頑張れトンコヘ、1体しかたどり着いてないんかこれ。おお1秒も残りませんでしたね、あぶなー。まあ何はともあれ取れたということでよしとさせていただけたらなと思うんですけども、いやーギリギリもええとこですね。あまりこう皆さんにおーすげえ攻めだなというのをねお見せすることができなくて非常に心苦しいんですけどもね、まあなんとか3枚取れたということで許していただけたらなと思います。はい、そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です、ありがとうございました。